最高の日しようぜ。というわけでですね、はい、ロードトゥー STTV 楽しい2016と銘打ち、はい、今回から、何回か、そうですね、先何回になるんでしょうか、十何回か予定ですというわけで、まあ、イベントに向けてですね、はいろいろ告知を兼ねたこういった番組をやっていこうかなというわけで、はい、始まりました。お願いします。よろしくお願いします。はい、そして、僕がですね STV レコーディング、主催しておりますコウスケです。よろしくお願いします。ハードコア魂のレッドアリスです。お願いします。ね、この2人であのパーティーをね去年もやりまして、はい、おっとっと離れちゃうどんどん動画をねアップしていこうと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTuber デビューになっちゃいますね僕は確かに、ね、確かにまあまあそんなわけで、去年僕とレッドアリス氏で9月の22日ですね、去年2015年9月22日やったんですけども、はい、なんと今年もやっちゃおうかなと。やっちゃいます。今年もね最高のにしたいんじゃないかなと思って、ぼちぼち最高のにしたいんじゃないかと、ぼちぼちねというところで、ちょっと最高のにしていくための、まあ今回から始まるロードトゥー STV 楽しい2016というわけでですね、はい、はい、で今回第1回、まあ、イベント開催宣言をここに宣言しちゃいましょうかと、というわけで、じゃあ先生の方よろしくお願いします。あ、俺がやるね半分分けてやるよ。2人でやりますか。じゃあ先生みたいなやつ、何もないけど台本がね、はい、先生先生、我々はスポーツマンシップにのっとり、あそこミュージシャンシップにのっとり、ミュージシャンシップにのっとり先生堂々イベントを最高のにしていくとここに誓います。そんなわけで先生もおっしゃったんでね、もうねやるしかない、これやるしかないので、逃げられない、我々は逃げられないです開催宣言だけして、開催宣言だけして、じゃあいつやんだよみたいなね、こうそうです、言うのはいいんだけど、はい、いつやんだよおめえっていうふうにみんな気になってると思うのよ、うんうんうん、決まってます、もう場所も決まってます、日程も決まってます。はい、ですね、はい、まず日時2016年9月17日こちら、土曜日ですかね。はい、うん、前回は祝日だったけど今回は土曜日なので、土曜日なんでシルバーウィークがねないからね、まあでも土曜日なんでね遊びに行きやすいんじゃないかなと、うんうん、それ旅行があったらね、うん、来てもらえるんじゃないかなと。9月17日なんで、はい、ぜひ、うん、予定開けておいてください。お願いします。よろしくお願いします。で場所は、前回と同じ品川ステラボールになります。はい、開催時間こちらも前回と同じ、去年と一緒になりますかね、はい、お昼の時間帯で、うんうんうん、ちょっとまだオープンの時間とかスタートの時間は、まあ、調整が必要かもしれないんで、うんうんうん、まあ、ちょっと明言は避けつつもお楽しみにしてください。それは去年もねすごくこう、うん、最高のになったと思うのですが、はい、我々的にはね超最高のになったんで、うん、そうですね。後日なんかアンケートをね設置して、うん、のアンケートでね、こう皆さんの意見を聞いたところ、うん、まあ、かなり最高のになったっていう意見が届いているので、うんうんうん、まあ、これ1回で終わらすのはちょっともったいないかなっていう、ね、もったいないですね、話もあり、うんうんうん、2回目をねやろうじゃないかと、うん、今年もさらに最高のになっていくつもりで、もっともっと最高のにね、はい、もっともっとやっていきましょう。最高のに、最高が一番上のはずなんですけどね、それをもう乗り越えていくというね、もっともっとハードルを上げてなんぼなんで、うん、どんどん上げていきましょう。はい、でそうですね、はい、前回僕まあ楽しいさんと一緒にイベントやったのって初じゃないですか、はい、実はね。そうなんだかんだ、そうなんですよ、お互いこうね呼びつつ呼ばれつつみたいのがあったんですけど、ね、うん、共催っていうのはなかったんで、うん、まあ前回はああいう感じでこう、まあ、最高のに仕上がり、今年ねもうちょっとこうさらに気合い入れていきたいなということでね、まあ、まずは去年どんなことをやっていたかっていうのを、そうですね、軽く振り返ってみましょうかね、うん、そうですね、去年どうでしたか。去年はでもイベント、まあ、実際そのまあ9月に開催されたわけだけど、はいはい、まあ、下準備っていうかやろうぜってあったの、うん、この日から1年以上、ね、あ、前そうですね、からやっていて、うんうんうん、こうでもなんだかんだ本当はもっと時間かけてやっていくはずだったんだけど、気づいたらあれもう時間ないぞみたいな、やばいぞみたいな取り掛からないとまずいぞってやって、そうだったんですよね。でアンセム CD もね、うんうんうん、制作して、そうですね、豪華リミキサーの方にもねいろいろお手伝いいただいて、うんうんうん、で多分この界隈ではこう初の試みとなるこう VIP チケットっていうのをね、そうですね、やりましたね、用意したりして、うん、それこそね本当戦々恐々としながら反応がどうなるだろうってビクビクしながらやってみたらすごい好評で、そうですね、女性の方多かったですね、確かにめちゃめちゃ多かった、うん、しかもあれもね販売もこうすごいふわっと
やってみたらかな、あれ配信中に、配信中にじゃあちょっとやっちゃおっかぐらいの勢いで追加しますってやったらもう即なくなっちゃったからね。ちょっとねびっくりしたねあれ我々も、うん、で本当にこうね、あの楽しいだったりが好きで、うん、もう配信を見てくれてる人に ちゃんと渡ったっていうことはいいと思うんですけども、僕的にはもうちょっとこう、うん、ね、いろんな層の方もそれあのぜひ知ってほしいなと、うん、チケットで思いましてですね、まあ、あのシステム自体はすごくね、 VIP チケットっていうもののシステム自体は僕はすごいこう良かったなと思ってます、うん、で中内もね参加できますしね、去年相当イレギュラーなイベントで、うん、ある意味それをすごい楽しみにしていてくれたっていう方も多かったみたいで、うんうんうん、反響はすごく良かったですね、うん、で去年はすごいいっぱいいろいろこう物販というか、はい、あのグッズいろいろあったじゃないですか。確かに。何ありましたっけ。フラッグがやっぱ目指しんじゃないかな。おー、 STV 楽しいフラッグ、これですね。そう、これはちょっとイベントに掲示するようなちょっとでっかいやつだけど、うんうんうん、実際販売したのはもう二回りぐらいちっちゃい。あ、そうなんだ。そう、なるほどなるほど。これあのステージでバーンって確か置いたやつ、うんうんうん、重かったっすで、T シャツかな。そうやな、うん、タオルとか、タオルと T シャツと、あとリストバンド、リストバンドだ、あと iPhone ケースとか。あ、そうだ、 iPhone ケースだ。そうだ、いろいろ出したんですよね今回は、うん、さらに僕も最高のにするために、うん、最高のにグッズを、最高のにグッズ最高のにグッズがいろいろたくさん、うん、用意する予定ですので、うん、この辺もお楽しみに、うん、ぜひぜひ。この辺はまた多分動画でなんかね、うんうん、こうグッズができたら多分紹介する感じで動画撮ると思うので、うんうん、まあ多分数ヶ月後先の話だと思うのでまだまださすがにまだグッズはできてないんで、うんうん、まあ、その辺もお楽しみという形で。そうですね、ちょっとね早回しで作っていかないといけないですね。そうですね、うんうん、料金体系なんかはちょっと今年ね、はい、あのいろいろアイディアがありまして、はい、ちょっとまあそれはまた追って、そうですね、予約方法なんかはこの動画で2回、3回、4回、いつになるかちょっと分かんないんですが、アナウンスしていきたいと思います、はい、お願いします。ロードトゥ STV 楽しい2016は、はい、まあ、全十何回という形で動画でお送りしていきますので、何卒よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。毎週金曜日更新らしいので、うん、言っちゃったけど毎週金曜日更新らしいので、うん、予定って書いてきましたですよ。毎週金曜日更新予定なのでそうですね、まあ、でも公言しとけば多分やるしかない、やるでしょう、やるしかないんで、うん、我々そうじゃないとやらないんですよね。言わぬふわっとさしておくとふわっとしちゃうんで、言っちゃえばやるからね。そうなんです。というわけで今自分への戒めも含めまして、まあね、はい、金曜日配信予定ということで、はい、はい、じゃあ第2回もじゃあぜひちょっと楽しみに更新お待ちください。はい、1回目、ロードトゥ STV 楽しい2016第1回、はい、こんな感じで失礼いたします。ロードトゥ STV 楽しい2016第2回お楽しみに、それではコウスケでした。ゆたりでした。じゃあバイバイ。